大きなタブ炭治郎だ。タブを植えました。甘い甘いタブになれ、大きな大きなタブになれ。とてつもなく大きいタブができました。炭治郎はタブを抜こうとしました。うんと図書どっと書、トトロだタブは抜きません。力持ちの錠明だ。
た。と思ったら出てきたのはタブを食べていたイノシケでした。そしてジユーは呼んでもらえませんでした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル